はいどうもこんばんは。今日はおー、チャリさん、どうもどうもお疲れ様です。今日は2019年10月の23日水曜日夕方の18時42分です。 YouTube をご覧の皆さんは、チャンネル登録と感想をコメントに書いてください。いいねボタンを押してくれると嬉しいです。Twitter に画像を載せてます。生放送はふわっちでやってるんでよろしくお願いします。ありがとう天皇陛下万歳最高だったね。ありがとうコバルトさん、ありがとう。いやテレビで見たけどすごかったね。あれは見れてよかったね。ちょうど銭湯に行ってて、あの陛下のご即位のね、あの拝見させていただいたんですけど感動しましたね。ありがたく頂戴します、コバルトさん。ありがとう。ちょっとコメント切るね。コメント読み上げ切ります。まったりやっていきましょう。まったりまったりです。はい、解放お疲れ。最近来なかったね。どうだった、お疲れ、元気してる、元気。今日は一日朝からずっと動いてたから疲れたね。夜明け前からかな。あ、そっか、夜中の12時ぐらいからか。ほぼ結構今日は活動的だったね。夜明けを待つっていう放送をやってたから思い出したわ。いや天気良かったからね、やれること全部やったよ。洗濯物して、洗濯物っつうか布団を干して、家を乾かして、床を作って、雑草とかを取って蚊が入らないようにしたりとか、あと買い出しも行ったね。いや、すごく充実した一日で、さっき1時間ぐらいぼーっとしてたね。で、まあまだ寝れないからさ、やっぱ暇な時間もったいないから少しでも活動しようと思って。バガありがとう、解放。バガありがとうね。今日はすごい頑張ったな。みんなはどんな一日でした、今日は。なんかだんだん生活に慣れてきたかもしれないですね、もしかしたら。少しね落ち着いてきたかもしれないです。新しいね方のバージョン2、モバイルハウスのバージョン2が完成するとね、ハギビスって名前つけたんだけど、モバイルハウスいい名前でしょ。台風19号にちなんで、台風19号の名前がハギビスって言って、なんだっけ、素早いって意味なんだよね、フィリピン語で。はい、こんばんは、ゆうこさん、お疲れ様です。こんばんは。ハギビスを改良するためにね、床を作ってた。ハギビスだったね。ハギビスじゃないね、ハギビス。台風19号の名前だよ。いらっしゃい、ハリーさん、いらっしゃい。今日はほんと疲れたな。いや、この後ね、銭湯に行こうかなと思ってますね。歯磨き粉も買って、歯ブラシも買ってあるから、歯磨いて体をやって、露天風呂がすごいいいんだよね。暑くてさ、露天風呂ゆっくり入って、体のもう汗臭いから、今日汗だくになるまで動いたから、今日は頑張ったね。放送もたくさんやったし頑張った。メガホンありがとう。頑張ってお金貯めて普通の生活を取り戻すぞ頑張るね。
展示会いいっすね。何の展示会見に行ったんですか。いいっすね。いや芸術に触れるの大事ですよね。お疲れ様です。ジョンさんいらっしゃい。お疲れ様です。来てくれてありがとう。いやアートに触れるのめちゃくちゃ大事ですよね。ああ、解いてくれたんですか。ああ、了解です。ありがとうございます。兄貴がね、あのハサミ解いてくれたんだよね。あの雑草切るやつバッチバチにやったから、ちょっと取ってくるわ。いやマジで兄貴すごすぎるな。すごくない？ナイスありがとう。すごくない？兄貴やばいよね。あのなんつうの、雑草とか切るさ枝切りバサミあるじゃん。あれの刃が結構使いまくってたからダメになっちゃってて急激ね。そしたら兄貴が、あ研いでおくよって言って持って行ってくれて、今持ってきてくれたんだけど、すごくない？砥石まで持ってるのみたいな、研ぐこともできんのかよって。いや俺ね本当に感動するんだよね、こういうの。すごくない？普通の生活以上の生活だし能力高いんだよね。なんか感動するよな、世の中のまだ広さっていうか広大さっていうか、いろんな世界があるんだなっていう。34歳にもなってさ、全く知らない新しい世界を体感できるってなんかいいよね。最高じゃない。感動だよ感動。兄貴優しいよっていうかね、あのうまくいってる人っつうのかな、なんつうんだろう、強い人は優しいよ。強い人は優しい。俺は優しさが強さだと思ってるね。優しい人になりたい。感動だな、すごいよね。いいな、優しい世界。いやそうでしょう。台風19号に全く動じなかったんだよ。あれチャリ2さんだ。エイスこんばんは。いや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 、今来たんですか？今来た。すげえ。全部家の保護を回して。はい。ああ大変でしたね。チャリさんさっきまでいたんですよ。あ、そうなの？はい。行っちゃった？あ、わかんないです。向こうにいるのかな？多分アミピンのかな？あ、マジですか？今ちょっと爆弾してるんですけど。あ、そうなの？爆弾。はい、どうぞ。マジですか？撮影ですか？はい、いただきます。ありがとうございます。今配信中？配信中ですよ。あ、そうなんだ。座ります。ああ、疲れた。雨すごい。買った雨やばかったっすね。ほんと
ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんですよ。蟻にやられているんで、後で洗いに乾いて。そうなんですよ。甘いからね。そうなんですよ。ね。うん、大丈夫配信。配信大丈夫です。本当に、ね。みんなマイペースにやってるんで。そっか。そうなんですよ。やばいですよ。ちょっと来ます。見ますね。あ、全部壊したわけじゃないんだ。どうですか？これこれ全部もう最初から壊したのかなと思った。知らんすよ。ちょっと秘密の。届けんのに。兄貴もいたの？兄貴今その研いでくれて、そのなんだっけ枝切りハサミを、うんうんうん、置いていって配信やってるからパーンって言ってました。あ、そうなんだ。はい。そっかそっか。え、うん、お調子来たの？配信もう長いですか見てるのは？私何？2年ぐらいだ。あ、じゃあ二十歳からさ。そう。ツイキャスとかがなくてですか？キャス全然見てなかった。友達がやってて、はい、で、ふがっち今も友達たまに配信してんだけど、なんか別に、もう全然かさない。うん、だから、それで知って、はい、コメントしてた。いいちゃん見るんですか、よく。そう、無言で見る。いいちゃん面白いです。ひーちゃんにさ、コメントしても流れちゃうじゃん。あー、まあ多いからね。そうそうそう。ただ、ほとんど見てるね。面白いですよね。うん。なんかずるいな。本当だ。反射してるんだ。もう不明を出して。あ、連絡取れましたね。でも配信やめるって言ってました。やめちゃう。やめちゃ長かった。いやいや、3月からなんで。で、ちょうど始めたばっかりの時に出会って、うん、で、あの、好きになっちゃって、うん、1ヶ月間ぐらいずっとアプローチしてて、口説いてたんですよ。で、付き合ってくださいって配信でやったらいいよって思ったんですけど、うん、その1ヶ月後に、衝撃的なカミングアウトされて、うん、私、バツイしちゃったんだよ。えって思って、で、まあ、でも好きな方が全然いいよって言って、うんうんうん、で、まあ、会社辞めるくだりがあって、うん、ママが、うん、会社の知り合いの会社だったんで、うん、あの行って挨拶に行ったら、その人が、まあ、2時間ぐらい会社の番組を終わったら、いやー世界初だよ、公開不倫見たのかな。ほんまお前なんか隠してんの？あ、ごめん、バツイしたって、私旦那いたわ。すごくないですかっていう出会いです。すごいわ。3月から衝撃的な。すごいね。最近見返したから大丈夫だよ。大丈夫じゃねえわ。みんな見てたのかい。あ、見てた。やばい。気持ち分かりますよ。ねえ。もうそれどころがいいんだろうね。もうなんかお互いきっぱりしてるみたいなね。そうっすね。ねえ。あらぼう。うん。こんなになっても支えてくれてる。なんか、生理前に。ついに重いタイプなんで、多分それでひっそり起こしちゃったんだと思って、でもまあ、あんまり触れずに、うん、自分のやつにリスクがあって言って、携帯返してくれる、あの、使っていいよって言ったので、うん、まあ、ちょっと時間経ったら会おうかなと思います。そうだね。はい。生理前はなかなかね。女性、わかんないですからね、男性だと。そうそうそう。
シャレも全然わかんない。まあ男はわかんないですよ。女性の苦しみは。何でお前イライラしてんの？それがまたイライラする。はぁ？みたいな。そんな感じだよね。なるほど。今もさ、全部終わってさ、はい、あのチャリマチャリでさ、はい、全然来てんじゃん。はいはい、手伝いよみたいなね、誇張は家事で大変だね。そう洗濯物、洗い物とか、そう、洗い物、ご飯作りやらなんや、はい、猫うち3匹いる。あ、そうですか。そうかわいい。その猫もやんなきゃいけないし、サーブだよね。まあ男なんてそんなもんすよ。本当だよね。ほんとにみんな好き勝手生きてる。そう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 、まあここに来てる分にはさ、はい、全然まあ安心ですよね。そうそうそう、うん、楽しいですからね。うん、どうしても遅くなっちゃうんだよね、私来る時。あ、そうですか。うん、話が盛り上がっちゃうんですか。もうね、なんかね、私がここに来る時、はい、普通にもう仕事終わって家事してから来るから。大変ですね。そう、私も大変だからね。でもあそこ川大丈夫だよ、なんかすげえ広い。あそこは絶対いますね。もうそれはしょうがないですね。え、見つかんなかったこれ。あ、いや、見つかりました。あ、あの橋だと思って。ああ、あの橋の奥の、そうそうそう、そう行きました。今、ホームの方の、うんうん、なんか頭の方にある、そういうのがある。うん、近い。近いです。あ、そうなんだ。橋渡るんだよね、向こう行くのに。そうだよね。そっちも遠いよね。今さっきチャリだと思ったんだ。さっきいて、もう一人の方がいて。